持ってきました。レフトです。ああ、今日は雨だけど、明日の予選はどう？行けそう？明日は晴れるよ。ああ、だからスリックタイヤなんだ。ドライにかける。今度トップドライバーが集まる世界 F3 選手権に参戦するご感想は？怖いよ。土屋さんでも怖いの？うるせえな、みゆきは。あっち行けお前。ちょっと聞きたい。他に取材に行けばいいだろう。本当のところはどうなの？怖いよ。お願いします。オッケーです。よ、頑張ってんな。ユウスケ、ユウスケか。相変わらず走ってるのか。ああ、お前の記録を抜くのも時間の問題だな。そっか、まだ気にしてんのか。あの事故は俺たちが原因じゃないんだ。雨のせいさ。人一人死んだのは事実だ。俺は走るぜ。お前の記録を抜くまではな。Thank you.
ダメダメダメ、タイヤ垂れちゃった、交換して。オッケー、うりゃ。よし、行くぜ、ゆうすけ。ドア、
偶然？さあ。うん。でもなかなかのもんですよ。これでも A 級ライセンス持ってるのよ。でも。でも。意外だったわ。何が？伝説の首都高レーサーのドライブテクニック。もっと思い切った運転するのかと思ったけど、意外と優しいんだ。レーシング関係者が交通違反を犯したらシャレになんないでしょ。首都高を走ることは？もう走りません。事故ったから？雨の夜だ。すいません。帰ります。興味があるわ、あなたに。いらっしゃいませ。みゆきさん、頼まれてた土屋さんの写真出来上がりました。ありがとう。来月号の特集、土屋さんのじゃないんですか？え？これ、本当のことなんですか？首都高レーサーのバトルで死亡事故。みゆきさんらしくない記事ですね。何かに挑戦しているみたい。車、ありがとう。調子どうでした？よかったわ。そう。気にすんなよ。おはようございます。俺だって昔は走り屋だったんだから、そんなことは恥じゃないよ。実力の世界だろ。自分の力でトップを取ってみろよ。誰も過去なんて気にしなくなるから。ですけど。それがお前の悪いところだよな、京平。土屋さん、すいません、そろそろお願いします。はい。今日頼んだよ。はい。まあね、なんかクラッチの遊び合わないんですよ。なんで、調整すればいいね。どうすか、こんなもんで。あー、暑い。我慢しなさいよ。あ、今日ね、はい、いいとこ来た。ちょっと頼むわ。じゃあさ、用事ありますんで、すいません。京平、俺たちがなぜあんな走りができると思う？お前たちメカニックを信じているからだろ。だからあんな走りができるんだよ。プロってのはみんなそうだろ。事故るなんてこと考えて走るやつは一人もいないだろ。俺たちが走るのは行動じゃない。けど命がけでサーキット走ってるんだよ。そのことが分かればお前もきっといいレーサーになれるさ。土屋さん、首都高レーサー時代何があったかは知らない。でも今違う。過去は過去だ。いいな、京平。ちゃんとやれよ、お前。分かってんのか、おい。分かったよ。破られることのない伝説の記録か。京平の記事か。そうだろ。伝説の首都高レーサーって言えば京平しかいないだろ。そうだな。ライバル登場。なんだよ。京平のこと乗ってるぜ。おかしいよな。京平のことになるとすぐムキになるんだから。何？首都高で記録出したって誰も褒めちゃくれないぜ。
お前ら競泳のケツ見ながら走るのがそんなに面白かったのかよ。そんなことどうでもいいことじゃない。それとも何かこの前の黒のスープラへの八つ当たりか。お前妄想しかねえろ。このいいか、こうやって力入れるの。おいおい聞いてんのか。おい、走りに行こうぜ。また走りたいんだよな、お前と。サーキットで待ってるよ。そこならいつでも OK だ。またそれか。俺にはお前がそんなに首都高にこだわってる意味が分かんねえよ。記録だよ。記録？俺の出した記録か。ああ、そんなの意味ねえって。もうそんなことない。無理だな、今のお前じゃ絶対に無理だ。どうぞ。すいません、休みだって聞いたもんで。昨日徹夜で原稿書いてたの。また俺の記事でしょ。今度は事故のことも書くんでしょ。いけない。どうして。どうしてって、事実だもん。そう、事実です。でもあなたと友達には責任がないっていうの。あれは確か単独事故ってことで処理されたんでしょ。だったらあなたがそんなに責任感じることないんじゃないの。それともあなたたちの方に責任があったの。わかりません。わかりませんって、そんな。お願いです、もう書かないでください。私はやるわ。
何かあると必ずここへ来てるよな。悩むだけ悩めばいいさ。でもこれだけは忘れるな。どんな状況であれ、ハンドル握ってる以上、事故ってものは誰にでもついてもあるぞ。人の命ってのはそれだけ大切なものなんだよ。ただお前には夢がある。それも努力さえすれば叶う夢がな。救急車、はい。ダメだ、繋がんない。俺が行く。怪我人頼んだぞ。しっかりしろよ。すぐ救急車来るからな。事故は俺たちへの警告だったんだ。何のことだ。もう首都高を走るなってことさ。走るな。あんなとこ走って何になる。あんなところ。 あんなとこさ、あそこを走ってて俺たちはどうなった。お前は記録を残した。記録じゃないんだ。記録が何だって。あんなもの何の意味がある。俺には何もないんだ。お前には記録がある。サーキットで走るっていう夢もな。でも俺には何もないんだ。お前の記録しかない。お前の記録を抜くことしか残ってないんだ。
い、もしもし。ああ、なんだと。ここで事故っちゃったよ。京平、やばいよ。どうしよう。祐介が。京平か。ご覧の通りさ。もう走れない。そんな怪我くらいどうした。お前らしくねえぞ。目が見えないんだ。最後に見たのはスープラのテールだったよ。京平、俺の分も走ってくれよな。お前の記録抜きたかったな。はいはいはい、オリエント21です。少々お待ちください。失礼します。みゆきさん、お電話です。ちょっとごめんなさい。はい、ありがとう。京平です。どうしたの。もう一度走る。え、もう一度だけ首都高を走る。何言ってるの。面白い記事が書けるってことさ。
伝説の首都高レーサーが帰ってきたんだ。
首都高を走ることは？もう走りません。事故ったから。恭平！すいませんでした。妹さんの事故は俺たちのせいです。二度と首都高を走りません。私がしたことも
さにスタートされようとしております。小春日和の中、場内を埋め尽くした大観衆は緊張感の嵐に包まれております。さあ、いよいよスタートです。シグナルランプが赤、そして青に変わりました。今スタートです。宇宙船600、今きれいにスタートいたしました。Number two.